はい、というわけで皆さん、今年もお世話になりました。といってももう年明けてる可能性大だけど、でも本当に皆さんの視聴とコメントが僕の生きる活力になりました。ありがとうございます。感謝してます。 あと最近海外の視聴者の方がちょっと多くて、英語でも少しだけご挨拶させてください。拙いけど、 Thank you very much for watching my videos in the past year. Your watching is my energy. I hope to see you again next year. I'm sorry for my bad English. はい。できたのか分かんないけど、いやー、2020年は本当にあっという間でした。あれですね、小学生の時の1年間よりもあっという間に感じた。それぐらいあっという間でしたね。で、 YouTube に関しては、今ですね、ここ座ってる場所がこう撮影をね普段してる場所なんですけど、僕にとってのまあ聖地かもしれないんですけど、本当に今年は YouTube でいろいろありました。まずはね、この4年前から YouTube やり始めて、ようやく10万人達成で銀の盾をゲットすることができました。実際もらうとやっぱり嬉しいですね。素直に嬉しかったです。本当に皆さんと一緒に手に入れたね銀の盾だと思ってます。あとは、まあ、DJKOOさんとコラボさせていただいたりとか、萩原正人さんにこのガメラのねフィギュアをいただいたりとか、あとは淡路島のゴジラ動画がめちゃくちゃ伸びたとかね。で、今年買ったねフィギュア、ちょっとここに、ね、一部並べさせてもらってるんですけど、どれも本当に良かったです。一つたりとも買って後悔した商品はなかったですね。ベスト10もやりたかったんですけど、編集が間に合わなかったっていうのと、もしかしたら年始にアップさせていただくかもしれません。すみません。 YouTube に対してはすごく日々考えてまして、また日々こう考えっていうのが変わっていくんですよね。なので本当に今は過渡期に当たる状態なのかなって感じてます。一本動画作る時間っていうのが昔よりも2倍3倍とかになったりとか、どうしてもしちゃって更新頻度が下がってしまって申し訳なく思ってます。ただこの状況になれれば、より短いスパンでより楽しい動画をお届けできるようになると思ってますので、ご期待ください。それと今年は本当に、さっきねサブチャンネルでも少しお話ししたんですけど、コロナで世界的に大変な状況だったと思います。で、今なお大変な状況の方とかもいらっしゃると思うんですが、絶対に楽しくなる時は来ますから。僕の来年度の予算はゼロかもしれないけど、来年度はあるでしょ。ゴジラもエヴァもガメラも何度倒れても復活しました。なので、その時が来るまで一緒に乗り越えましょう。コロナをパンチパンチパンチでやっつけましょう。まあ、皆さんの日常の楽しみの中に僕の動画が少しでもこう役に立てれば嬉しいかなと思ってます。あ、そう、今ね格闘技でライジンっていうのは全部見終わったんですけど、まあ、どれもすごいいい試合だったんですけど、僕はね負けた選手にやっぱり感情移入しちゃうんですよね。で、負けた選手ってどん底じゃないですか。でも、そこよりそこってないでしょ、地下は俺だ。そう思えば楽なんじゃないかなって思うんですよね。なので、ライジンで今日負けた人たちは必ず這い上がってくると僕は信じてますし、そこを注目するのがすごく好きなんだけど、それと一緒で皆さんもね、今どん底にいる方も絶対に未来はね明るいし、未来しかないから、そこにいると。僕も今年辛いこととかいろいろあったけど、今はすごく来てるから、僕も人生を身をもっていろいろ体験してそう思うので、頑張っていきましょう。そして来年は今年亡くなってしまったこの2体の対決もありますから、まあ、それまでね皆さん一緒になってね盛り上げましょう。アニゴジもありますから、その後もねずっと盛り上げていきましょう。まあ、僕もね少しでもゴジラ界を、まあ、ゴジラ界だけじゃなくフィギュア界を、 YouTube 界をね盛り上げることができればなと思ってます。それでは皆さん、本当に2020年ありがとうございました。2021年もよろしくお願いいたします。良いお年を。